ネイリーアルコールなんで、なんでフォーネチモーター邪魔な線書きあって、イエイ、だしインスタグラム、インスタグラムはね、はい、よし、OK、いくよ。はい、撮影始めます。はい、どうも、じゃあどうも、インスタグラム、インスタグラムじゃないか、インスタグラム、どうも、どうも、です、サムゲグラム、リー君です、やんないと、リールです、やんないと、あれ、カメラ回してんの、これ回してる、回してる、今 YouTube 始めるよって言ったじゃん、今 YouTube、 今こんなことやってる場合じゃないから、何、また YouTube 撮ってるの、これ YouTube 撮ってる、それ J、 じゃあ、スケボーは引くもんじゃないから、滑るもんだから、ディーンですやん、滑るもんだから、スケボーはディーンですやん、言うてますやん、ディーンってだからあれか、ディーン無情か、え、あの、エッチの効いた作品ばっか出てる、あの、あいつのディーンじゃないから、ディーンですやん、あの、あれね、このまま君だけを奪い去りたいの、死ねじじい、昭和の名曲、そんな曲聴いてるやつ誰もいるよ、聞いてるよみんな、いや、この見てる世代はいないから、お姉さん多いよ、死ねじじい、いやいやいや、バッ叩かれて俺のじじい、やめろお前、みんなこと言うよ、何、韓国のディーンですや、あのインスタグラムっていう曲で有名なかのディーンですやん、あのディーン、韓国のカリスマアーティスト、めちゃくちゃ好き、あのディーン、 K カルチャーの発信者、カリスマディーンですやん、俺もうめっちゃ PV 見てる、うん、あのスケボー俺何回、このインスタグラムね、そうだよ、そのディーンが、ディーンがどうしたの、この間新曲出しましたでしょ、はい、知ってるじゃん、それはさすがに、知ってる知ってる、知らない、え、マークしとけよお前、兄さんいつもお世話になってます、でね、うん、K カルチャーのもうトップよ、はい、ディーンが曲出しまして、まあ、まあ、しかもフィーチャリングで FX さんの K-POP のね、一世を風靡した、はい、してないか、そんなにはしてない、そんなにはしてないなの中の、はい、あのソンリちゃんが、ソンリちゃんが、ソンリ、ソンリ、それビッグバネ、やばい、やめろ、大阪でクラブのパーティー出てるみたい、手広く飲食店とかじゃない違う、新曲も出しまして、すごいね、今バッカーン来てるわけよ、そもそもインスタのフォロワーが150万人ぐらい、いや俺来ると思ってた最初から、どういう字だっけ DA、 なんかね、ちょっとね、やっぱおしゃれなインスタグラマーはね、インスタグラマーじゃねえけどなんかでのみたいな、あ、そう、一番上、一番上、それこれ160万人とるやん、すげえ、164万人だよ、すごいわけよ、リックみたいだなこれ、いいね、いいね、いいね、それ、いいよ、嬉しいけど、サイモンよりディーンの方が嬉しいよ曲を出しまして、はい、なんと今度12月に日本での公演が決定したわけよ、ですか、やっと来るっつってディーンが、すごいね、日本にやってくるんだ、うん、K-POP 言うたらな、うん、こんなこの間も BTS さん地味にやらかしてもうて、あ、うん、こんなんばっかりね、M ステダメになっちゃったな、うん、話こじらせんだよ、 K-POP のアイドルの子らが、言うたら、あの子たちがというよりは大人やな、いやいや、今回のことに関してはもうあいつが悪いわ、まあ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 、あれはな、分かって、分かってるよな、確かにね、分かっとるからね、あんなもん、まいったな、うん、仲良しや、みんなだ、結局、韓国といえば K-POP、K-POP ってなっちゃってるじゃん、はい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 、あんた K-POP 音楽聴いてるでしょ、まあまあまあ、俺 2PM 聴いてるから、ね、2PM? 東方神起聴いてるから、ね、世帯が K の中での立ち位置、立ち位置スワップ的なもうすみません、ちょっとそのファンの皆さん、もちろんいいんだよ、 K-POP もちろんいいんだけど、好きよ俺は、ディーンですやん言うてますよ今は、まあまあ、だから幅広がってんの、アングラな、日本だってそうじゃん、個人的に思うんやけど、うん、これよろしゅうないな思うのが、急にコテコテのよろしゅうないな思うのが使ったことないですよ、そんな、結局韓国って K-POP 韓流ドラマ、はい、皆さんが抱いてる韓国に対してのイメージはどうですか、健全でジェントルマンで美しくみたいな、うん、やっぱりね、メディアに流されてる、なるほどね、本当は怒ったらわかる、積んだらわかる、本当は君の親友みたいなやつがいっぱいゴロゴロ、あいつは韓国で一番クズ一番のゴミだから親友なんだけどただね、うん、言いたいことは、韓国では前々からそうなんだけど、今一番強いのは K-POP、 今もう世界的にヒップホップはもうバコンだから、この間も、うん、俺がこの間動画撮ったサラの彼氏で EK だよ、 EK がなんと宇多田ヒカルとすごいね、フィーチャリングで入って、あの曲超良くなった、すごいね、めちゃくちゃ中国のラッパーと、うん、アジアを中心としてなんかそういうテーマで出した曲なんだけど、うんうんうん、なんか今時代って、うん、アーティスト同士がそれぞれ持ったこのパッションじゃないけど、はい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 、情熱をこうぶつけ合ってみたいな、うんうん、すごいね、グローバルだよね、宇多田ヒカルだよ、
あの日本を代表する歌い方とかね、そういう音楽性だったり、うん、カルチャーをこうね楽しむっていう時代なんじゃないの、うん、本当にこう韓国に興味があるんだったら。なるほどね。韓流ブームだ言ってるけど、いやそこ結局上辺よ。それもありよ、ありだけど、もっと幅広いんだって、うん、今の若者だったり、うん、今の子たちの思ってる、ここに抱いてるものって本当になんかリアルですごく具体的で作られたものじゃないっていう良さを、うん、ヒップホップ感じられるわけよ。まあヒップホップってそういうもんだからね、やっぱり自分の結構さらけ出して、うん、リアルなところをやっぱり、うん、リアルだから、いい系だったの、ブス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 すげえコメントで叩かれて、関係ねえからそんなの、関係ねえ、ただひかるがなぜじゃあ、うん、そんなじゃあブスブスやつ、そんなやつをなぜなんだかよ、うん、違うじゃん、そんなとこじゃねえ、見てるとこそこじゃないじゃんって、上辺じゃねえよって、中身よって、しかもあの顔韓国でウケるらしいから、俺の方がモテねえから韓国で、ファック、濃すぎんだよお前は、うん、モタれちゃうの韓国人って、うん、でもたまに欲しくなる人もいるよ、うん、韓国人豚骨ラーメン食えないからからの D、うん、時代は変わりつつあるわけですよ。 D さんいつも、うん、またご飯でいきましょう、会ったことないだろ友達みたいに言うなで今回 J、 はい、なかなか話しちゃったけど、はい、俺スノーブルマンここに来て、うん、一つビッグチャンスが来てます。はい、ちょっと知らせるのが遅くなりましたが、はい、なんと、はい、さっき言っていた12月の、うん、ディーンのライブ、うん、オープニングアクトで俺たち普段やってる DJ の活動、ノーブルーマン AKA カロスキルが、いやオープニングアクトをお伝えやすイエーイ、おめでとうございます。大事なとこ噛んじゃった、今噛んだ、なんで、うん、そんななんかさ最近ポンポン決まんの、なんか DJ だって言ってもさ、うん、俺たちまだひよこよ、うん、デビューして2回目渋谷のウームさんみたいなさ、うん、もう昔から老舗でやらせてもらったり、うん、歴史ある箱で、うん、しかも共演者ってさもう大師ダンスさんとかね、前回はほらグルービールームでしょ、もうあれもすげえよな、普通になんかちょっとなんかくろうと向けじゃん、なんかノリで始めたはずがね共演者なんか強すぎてみたいな、強すぎてちゃんちゃんなけ感で困ってはいるんだけど、もうその道の結構ガチな人たちじゃん、そうだよ、一 YouTuber が出してもらってるわけだけど、で俺たち D のオープニングアクトってどういうことよ。実はねカロスキル AK ノーブルマンって、うん、俺は2人じゃないわけよ。あ、もう1人ね、黒幕が、あの若ね、うちの若だ、あの今回なんとそのメンバーが D のライブのイベントを主催してるワンクロという会社の社長なんですよ。あ、行こう、隠れメンバーよ、うちでもあんまり露出できないんだよ。さすがにちょっと今回は駒澄だよ。すげえノーブルマンのことなんかちょっとあれしてくれてるわけよ。うんうん、いろいろね、後ろに手伝ってくれてるから、そんな彼の名は陽一っていうことで、やっぱモテたいからね、言ってたわ、うん、モテたいって言ってた、お前らと一緒にいたらモテるんだろう。ドスケベだからし少し黙ってこっちを向いて耳を傾けて僕を見つめて